どうも、アンペロボルタです。今回はこのボディをバージョンアップします。内容は、表情、歩行機能、手を振る動作を追加しようと思います。まずは表情。以前の動画にコメントをいただきましたが、Go Become Human みたいに心情を表せるよう、フルカラー LED を搭載していました。バージョン1では時間がなく実装できなかったので、今回実装します。次に歩行機能。せっかくの4足歩行ロボなので、歩けるようにしたいです。最後に手を振る動作。これはエンディングくらいしか使い道がないかもしれませんが、思いついたので実装します。で、これらをどうやって実装するかですが、タクトスイッチを使ってコントローラーを作ります。前進、後退、方向転換、表情、手の動き用にタクトスイッチを基板につけて、ケースの 3D プリンターで作って、組み立てたら、完成。アンペロボルタコントローラー。あ、この辺りのスペースは今後の機能拡張用です。それをラズベリーパイにつないで、やって点数的に拡張できなさそう。プログラムを修正すれば完了です。通りの動作にできました。で、実は別の課題があります。今まではグリーンマップを使ってクロマティー合成していましたが、背景色と平常時の目の色が近いので調整が難しいです。ので今度物理的な背景も作ろうと思います。以上、アンペロボルタバージョンアップでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。